橋本です。おはようございます。今日はですね、気分転換に、外の公園で、いい風に当たりながら動画を上げようかなと思って、外に出ております。よろしくお願いします。ですね、僕は必ず自分で上げた動画は、最低1回。多い時ではちゃんと2回3回と、実際に自分で何を話してんだろうって、確認の意味も込めて、必ずチェックしております。で、まあ一つ目は、まあ、好き勝手なこと喋ってるなと本当に宇宙のこと神様のことをもうあたかも全て知ってるかのように喋ってるなと自分で話しているのを自分で見て面白いなぁというふうに感じております。ただ、そうは言ってもですね、まあちょっと方便も含めてちょっと例え話も含めて、ちょっとお笑いを取る意味も含めて、ちょっと大げさにと言いますか喋ってるっていうそういう自分も実際にいます、なのでそこだけはちょっと勘弁してください。まあまあなんていうかあんまりねそこにこうピンポイント当ててこうガーってこう 見ないでいただけたらなっていうふうに、思っております。ただ、そうは言うなんだろう言いたいことはでもちゃんと伝えてます自分自身でも、ちゃんとポイントとなる部分はしっかりと伝えているんじゃないかなと思っていますので、今のところこのままアップを続けていこうというふうに考えております。で、昨日の動画とかあ一昨日か上げた動画すべて自分自身で見ましたけれども、もうなんていうかもう地球そのものが本当にね風の時代が来てそして女性性を迎えて、もう常識もがらりと変わる。でいつ、緊急放送が来てもおかしくない、でもう金融は完全にもうスイフトシステムから量子金融システムにもう切り替わっている。これ現実みたいだしそれがまだ公に発表されてないというか公表されてないっていうだけで現実はもう動いている。それからもうロシアとか、もうブリックスの加盟している国はもう石屋のことをどんどん国営放送とかで、なんていう の特集組んで暴露してる、うん、ですよ。要するに緊急放送とは別にニュースっていう形でねどんどん出してるんですね。だから国民ってもうすごくよくみんな理解してるっていうか覚醒しちゃってるんです。だから知らないのは本当に日本人だけなんですはい。で、まあそういったことも含めてとにかくこうこういうことにピンときてる人は下手なもうテレビをいつまでも見てたり新聞見るのはもう一切やめて同じそういうその見る時間読む時間があるんだったらその時間を真実系を語ってくれている SNS とかをチェックする方向に舵を切られることをまあお勧めします。ただまあ僕はこの真実を知るっていうことはあくまでも石屋からの洗脳を解放させるっていう意味合いだけです。ね。うん。で、もう細かいね、例えば、まあ、例えば一つの例ですよ。今回参政党がまあブームになったんだけど、これに対してもうすごいコアな人も出たし、もう今、選挙が終わって、もうやっぱりね、自民党の補完勢力じゃないかとか言って、要は、なんだろう。覚醒した人の中でまた何ていうかこう意見のこうバトルっていうかな、うん、こういうことがまた起きてるわけなんですけど実はねこれのここの方がまずいんです。まずいっていうかね
あの波動がねめちゃくちゃ低いんですよこれって。そうするとせっかく、真実に目覚め、そして洗脳からちょっとずつ溶けていって、その溶けた人の輪、集合意識がこれからどんどん広がろうっていう、でこの広がっていくことでいろんなことがスピードがどんどんあの減少が早くなっていくんですけども、だけどその分かった人同士がまたちょっとねこうなんだろうこうあの想念的あの要するに喧嘩とかね実際に殴り合うとかそういうことは実際してないのはよく分かってんだけども、だけどそれに対してこういろんなこと想念が湧くでしょ、ね、でこれがねまたいい想念をみんなが湧いてワクワクしてるんであれば、もうこれなんだったらねもう全く OK なんだけど、そうじゃないんだよね、うん、例えばもうすぐにこうバッシングしてみたり、咎めてみたり、荒探ししてみたり、もう挙句の果てには何裁判するとかっていう恐怖何脅迫的なことをやってみたり、そういったことがね、目覚めた人同士の間でもいっぱい起きてる、うん、ただもうこういったことはもうぜひね全員卒業してほしいんです。特にこの僕のチャンネルを見に来てくださっている方だけでもお願いしたいんです、ね、それが、とても言いたいなっていうことが一つです。それからですね、僕おとといの動画を自分で見ててね、もう私は神だぜって、ね、何かあったら僕に聞きに来てくれよって何でも教えるよとかってまあ豪語したんですけど、でもあながちね僕ね嘘言ってません、うん、ある意味本当のことは実は言ってます、うん、で僕ももうねなんていうかなもう完全に自分は神だよって、自分は創造主だよってもう思い込むことにね決めたんです。決めたの、うん、もうそっからはもうブレない、うん、で最初みんなね同じなんだけど自分は創造主だっておこがましくて言えないとかさ、それからお前何言っちゃってんのそんなこと言っちゃってって思いがちなんだけど、もうそんなの全部承知の上、うん、だけどもまずはもう気持ちからね、それからもう形から何でもいいんだけども、とにかくもう自分は神なんだ、だから神なんだから神ってどういうふうに行動していくんだろうっていうことを想像しながらね、あえてやっていく、行動していく、そして想念を発しこうなんていうのかな発信していく、うん、これを意図的にやってるんです。でそれをできればみんなにもやってもらいたいんです。わかりますね、ある意味バカになってほしいんです、うんね、だけどもう洗脳されてきたんです全てがね。だからもうどうしてもキリストとかお釈迦様がもう人たちが本当の覚醒者であって、神様である、だからなんか自分はそこにいないから、そういう境地じゃないし、そういう現象も起こしてもいないし、何もしてないから、やっぱり私とキリストって違うんだとかね、お釈迦様とは自分はちょっと違うんだってね、どうしてもね、結局ね、気持ちが、波動がね、そういうネガティブな方向にやっぱりね、行っちゃうんだよね。だから、これを、なんだろう、意図的にっていうかな、もう強制的にもう思い込むところからでいいと思ってるんです。本当に自分とキリストは同じ人間、それからお釈迦様と自分も同じ人間、ねね、手も2つある、ね、目も2つある、ねうん、もう口だって1個しかないし、同じでしょ、全て一緒、ね、同じ人間、ここに針刺せば血も出てくるのも一緒、ね、だから
違うのは本当に自分の自覚、意識、ね、想念、ここだけだから、思い込みだけだから、これをもう全部取っ払う、全部取っ払う、ここを習慣化させていく、それからここを、なんていうかな、トレーニングするって言い方、まあ、何でもいいんだけど、まあ、そういうことだね。それをするために、あ、わざわざああいうボケをかましつつも、もうどでかいことを僕話してますなので、ちょっとその辺を踏まえて、ちょっと今回、動画をアップさせていただきました。ありがとうございます。